今日話するのは宮部みゆきさんについてです。宮部みゆきさんは1960年東京都江東区で生まれました。高校卒業後法律事務所に勤務し、1987年我らが隣人の犯罪で横流美濃の推理小説新人賞を受賞してデビューされます。その後魔術はささやくで日本推理サスペンス大賞、華社で山本周五郎賞、理由で直木賞など数多くの文学賞を受賞されています。現代小説から時代小説まで幅広いジャンルで執筆されていて、映像化された作品も多くあります。緻密に構成された作品の中、身近な社会問題をリアルに重く捉えて、人が持つ心の闇や優しさなどの心理が丁寧に描かれていて、物語に引き込まれます。やっぱり私は本から離れられそうにありません。